ちは、ゲーミングお母さんちゃみです。今日は6月の25日、私はこの日が来るの待ちに待っておりました。いやいやい。というのも今日は一番くじの発売日なんですよ。久々に煉獄さんの登場だということで朝から張り切っております。今日の一番くじ、ローソンさんじゃないんですよ。今日は書店さんですとかドラッグストアさんですとかヴィレッジヴァンガードさんですとかローソンさん以外のところで展開されていらっしゃるんですけれども、今回の一番くじどこに引きに行こうかめちゃめちゃ悩みました。そして私が出した答えは、この度はスシローさんに引きに行かせていただこうと思っております。いや、スシローさんが一番くじを導入されてから私1回もまだ行ってないんですよ。で、今回は「鬼滅の刃」ということでこれは絶対に行かせてもらわなあかんなと思って早くから予約しておりました。朝一番10時30分の回に行かせていただいてしっかり一番くじ引いていこうと思っております。それじゃあそろそろショータイムの時間だ。さあどんな一日になるんでしょうか。めっちゃ楽しみ。時間も近づいてきたので行きましょうか。スシローへいざ行かん。いやー、でもスシローにくじ引きに来ている人ってどれぐらいいるんでしょうねもう私たち寿司目じゃなくてくじ目ですからねそれも楽しみです。みんなで力を合わせて頑張るぞ。おー、家族4人で来てるから1人5回ずつで計20回しかお母さんも絶対せえへんから頼むで、みんな当ててよ。振りやろ振りちゃうって、もう20回しかせえへんのやって。お母さんいつもさ、今までの一番くじ100回ぐらい100回も引かしてくれる店箱の底見えるわ。あんな1人5枚がそれが美学なんよ。うん、そう思うわ。よう聞いときよ、あんたら。お母さんええこと言うたな。今まで稼いだから全部使わへん。お前それやばい聞いてないぞ俺それ。今回けんちゃんいるよ。あれだけどさくらちゃんの愛でけんちゃんを引き当ててよ。期間限定でお楽しみっていうのが、あ、これですごいでしょ。5皿までね。オッケーオッケー。じゃあ行きます。一人ずつ取っていいんやって。1、2、さくらが行きます。せの。行きそう。はーい。コースター当たった。すごいすごい。2つ目。ラバーストラ。あ、キュンキャララバー。3番。ビジュアルボードすごいすごい。ゴー。オッケーオッケー。さくらちゃん最後です。頑張れ。これずんちゃん出たら本当に大好き。愛の力で相性出たわ。ありがとうございます。お兄ちゃん。お兄ちゃん行こうか。あ、お願いしますね。煉獄さん引きたいやんやっぱ。頑張ります。どうするの？計20はやるつもりできたので、1回目。2個目。3個目。4個目。何が当たった？煉獄さん？煉獄さん？すごい。愛の力で愛と愛と愛と頑張れ。最後の5回。人生でこんな悩んだことあるか。ああ、それ、じゃあそれに行こうか。よし、はい、行きましょう。よし、行け。それ、よいしょ。ビジュアルボードが出た。ちょっと早いよな。アイショー。じゃあ最後です。よいしょー。ありがとうございます。てんちゃん出て嬉しかった。すごかったね。待って、これこそ神引きって。神引きってやつよね。すごい。いや、それが必要だわ。お寿司いっぱい食べて帰ろう。愛の力のパスタ。スタジオに帰ってきました。すごかったね。神引き。お母さんの分を最後に引き当ててくれたでしょ。さくらちゃんがこれって、それがもしかしたら。てんちゃんだったかもしれない。やっぱずっと言ってた愛の力。愛の力やね。私と天気の結ばれる愛の力。そうか。じゃあ早速開封していきましょう。じゃあまず B 賞から見ていきましょうか。はーい。お、きたきた。この善逸顔可愛くない？私の善ちゃんだよ。私の善ちゃんだよ。いけた？おお。善ちゃんと俊太郎が入っていました。ああ、開けてみよう、開けてみよう。可愛いです。めっちゃ可愛い顔が。座ってる善ちゃん。どこから見ても可愛い。ねえ。後ろ姿も綺麗。後ろ姿も綺麗。かっこいい。かっこいい、確かに。もう本当にプーさんは素晴らしかった。引き当てた時すごかったね。髪がかってたもんね、なんか。うわー、大きい。すごい。大きいね。なんか箱に入ってた時はちょっとコンパクトサイズかなと思ったけど。善ちゃんずっと見とれてるの？すごい。ここがリアルリアル。ああ、この髪よ髪。ここちょっとこうはめてるところがめちゃくちゃリアル。ああ、後ろの背景。うわあ、組み立てたい早く。これはファンの方も大喜びよ。またこれでお母さんの煉獄グッズが増えたということで。そう、本当にこれでもプー様が引き当ててくれたのっていうのはもう本当に宝物。ありがとう。こちらこそ。いやけどコースター、レアメタルコースターをいただいてきました。この2つは私が選びました。やっぱゼンネズね。ゼンネズが良かったよね。ビジュアルボードが5枚いただきました。いやー、ビジュアルボードを引いたとしてもそれだけでも結構満足。そうだよね、大きいもんね。1枚目これ面白い感じで言っていいですか？はい、こっちに来いよっていう感じの煉獄さんですね。はい、そうですね。これ、そしてこちらは私が一番好きなやつです。ほら見てください、このかわいいかわいい顔。これ、はい、そしてこちら、じゃ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 ーん。これは赤坂ちょっと怒ってます。はい、そして、はい、こちらはおー、すごい牛の胡蝶さんだけ来てくれなかったの残念だね。でもこれでしのぶさん来てくれたから。そしてこれも、これが一番私が好きです。わあ、癒されるね。かわいい。はい、というわけでビジュアルボードを見ていただきました。5枚、すごいね。こちら、キュンキャララバーマスコット9個いただいてきました。今から開封していきたいと思います。種類はこんな感じです。はい。何種類あるのこれ？早速私から開けていい？はい、どうぞ。一斉ローでパン。誰？あおちゃん。おい。今回のあおいちゃん、なんか笑ってる。笑ってる？一斉ローで、はい。後ろから見たら一斉のレンちゃん、煉獄さん。せーので、はい。あ、牛さん。あ、牛さん。もうちょっとカップル揃ってもんだもんね。本当だ本当だ。せーの。ドン。ああ、かぶった牛さん。あ、牛さん。あ、でも嬉しい嬉しい。嬉しい嬉しい。行きましょう。せーの。おー、全員。それでは最後の一つです。いきましょう。はーあ。あ、レインボーだ。すごい。これって覚えたよ。すごい。じゃあ次これ。やばいやばい。いきましょう。じゃあこのチョコノッコフィギュア。じゃあ1個ずつ開けていきましょうか。じゃあまずどうぞ。さっき私ね。はい。11種類。ちょっと待って、ルカさんもおるね。せんちゃんもおるし、ゆしろうとたまよさんまでいる。すごい。本当だ。すごい。あしなばさん。ああ、かなやさんもいるんや。わあ、すごい。どれが当たっても嬉しくないこれ。これが欲しい。まあどれも可愛いね。まあ主人公だからやっぱりちっちゃい頃の炭治郎が。すごい。じゃあ行きましょうか。誰がいいか、やっぱ煉獄さんがいいけど、誰でも嬉しいな。煉獄さんがいい。可愛いねみんな。待って待って待って、怖い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 。今日の神道といいなんなん今日。なんなん。煉獄さんのチョコノッコ。ちょっと待って。可愛いよね。可愛い。では最後プー様いっちゃってください。せーの。出ちゃこい。よし。あ、ゆしろ。たまよがしてほしい。あ、たまよさん欲しかったね。はい、ということで、ゆしろうが来てくれました。すごかったね。はい、というわけで、今日は一番くじ、スシローで初めて引かせていただいたんですけれども、まさかの A 賞と B 賞、ほんまにもう2人のおかげです。ありがとう、お疲れ様でした。よっ。はい、というわけで、この度はスシローさんで初一番くじ引かせていただきました。本当一番くじも面白かったし、お寿司もすっごく美味しかったです。また次の機会に家族みんなでスシローで一番くじ楽しみたいと思います。この動画皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。